こんにちは。福岡市長の高島でございます。今日のいじめゼロサミット、福岡市のすべての小学校そして中学校の皆さんが参加をして開催することができました。推進員の皆さんには今日になるまでたくさんの準備をしていただきましたし、また各学校の担当の皆さんには今日まで準備、本当に夏休みの間も大変だったというふうに思います。でも皆さんが頑張っていただいたおかげで、福岡市の全部の小学校中学校のみんなの気持ちが今日一つになって、いろんな新しい取り組むことも決まりましたし、また他の学校がこんな素晴らしい取り組みをしているんだなっていうことも今日はたくさん知ることができたと思います。今日の一つの取り組みの中で、自分のそして友達のいいところを知る取り組みをしようということがありました。自分のいいところ、そして友達のいいところを発見して、そしてお互いに伝え合っていくということ、とても大事だと思います。で、いいところがあの人はないんじゃないかとか、もしくは自分はいいところってないんじゃないか、そんなことをもしかしたら思う人がいたら、ぜひその時はこう思ってほしいんですね。それはいいところがない人なんていないんです。だから自分自身が人のいいところを発見する力をもっともっとつけなきゃ、もっとその人のことをよく見て、そして人のいいところを見つける力をつけるっていうこと。だからいいところがない人なんていない。人のいいところをもっともっと見つけられるように、自分自身がみんな頑張らなきゃいけないからね。そしてみんなのいいところをお互いに、教え合ってね。そして、あ、僕ってそんなところが、私はそういうところがいいところなんだっていうことを知るということは、とてもこれは学校に来ることも楽しくなりますしね。またそういうことを積み重ねていくということが、いじめのゼロにつながっていくと思います。また皆さんの発表の中でも今日は笑顔ということが一つの大切なキーワードとして出てきたと思います。笑顔を広げる取り組み、去年の実はこのいじめゼロサミットの中の発表の中で、それこそ内浜中学校からね、ハッピーボックスの取り組みの話がありました。私も去年も同じようにここで聞いていたんですけれども、とても印象に残ったんですね。学校でいいことがあったらそれを書いてハッピーボックスに入れていると、昼休みの給食の時間の時に、それを発表されるという時にね、一人の嬉しかったこと、ハッピーになることを、これを全校みんな、学校全体のハッピーにしようという取り組み、この場で私も聞いていました。これはいい取り組みだなと思いました。そこで去年のいじめゼロサミットが終わった後に、その発表してくれた内浜中学校、花岡さんという方がね、前の生徒会長さんが発表してくれたんですが、ご連絡をしまして、ぜひこの取り組みを福岡市全体の取り組みにさせてほしいお願いをして、そして今福岡市政通いという、福岡市で最も発行されている、これは紙なんですけれども、市政通いの中にハッピーボックスというコーナーを作って、福岡の市民に住んでいる市民の皆さんにとってのハッピーを乗せてもらうことによって、みんな一人のハッピーをみんなのハッピーにしよう、一人の笑顔をみんなの笑顔にしようという取り組みを実はスタートをしているわけなんですね。今日たくさんの取り組み、他の学校のいいところを皆さんも聞いたと思います。今日で聞き終わりではなくて、もちろんこれから学校に帰ってそれぞれが情熱を持って仲間たちに伝えていって、学校として取り組んでいくことがこれから大切になります。今日の取り組み発表でもね、もうすでにいろんな取り組みをしているという素晴らしい発表を聞かせていただきました。とても心強く思いました。このいじめゼロサミットをなんで始めたかっていうと、ちょうど今から7年ほど前なんですけれども、私と、知り合いのね、大津市、滋賀県の大津市っていうところに、市長さん、女性の市長さんがいたんですけれども、そこで、子供が自殺をし、いじめで自殺をしてしまったっていうことがあって、やっぱり福岡の中からこういう子を絶対に出してはいけないっていうような思いで、それで皆さんと考えてこういったサミットを始めたんですね。
今今年は新しい取り組みとして中学校ブロックの中でね、みんな小学校が集まって同じ中学校に行くブロック、小学校も中学校も一緒になって、新しい取り組みも今日は始めるという新しい取り組みもスタートしました。これから皆さんの各学校に帰ってからのそれぞれの楽しみ、取り組みに期待をしています。それでもしもちろんそうやってみんなで取り組むんだけれども、それでも人に言えない悩みとか、もしくは実は表には見えないけれども実はいじめられて辛いんだっていうことももしかしたらあるかもしれない、あるかもしれない。そういう時には今日みんなにこのうちわを配ってると思うんだけれども、これのピンクの面を見ていただくと、こちらに全国統一のいじめ電話相談ダイヤルというものもあります。各学校で取り組んで、そしてさっきの発表にもあったように、どうしても自分たちだけでどうにもならないときはすぐに先生にも相談をする、ね、PTA とか親にも相談をする。でもできないときにはこういうみんなのことが分からずにこういった相談する場所もあるんでね、ぜひ必ず誰かに相談して自分だけで悩むんじゃないよっていうことを、こういったこともぜひ学校に帰ったら友達にも伝えてほしいなというふうに思います。今日の皆さんの取り組み、これが各学校にみんなに広がって、そして学校に行くのが福岡市は楽しいな、そういうような学校にどんどんなっていくことを期待をして挨拶といたします。夏休みの間、準備ありがとうございました。そして今日はご苦労様でした。ありがとうございます。